ワナリングルフィッシュです。信長の野望天道 PK 続きをやっていきたいと思います。前回ですね、今川義元でプレーを始めて信長の尾張を攻略したというのをお届けさせていただいたと思います。それとですね、そうだ、最初にお伝えしておくと、前回に引き続きタイの方から収録の方をさせていただいております。旅行の方で遊びに来てますので、タイのホテルの方からですね、今回も PS ビータ版の信長の野望天道 PK を使って収録をさせていただいております。で、前回最後ですね、信長の清洲城の攻略を行っていたところ、同盟国である斎藤道さんですね、信長と同盟を結んでいる斎藤家から援軍約1万が出陣してきて、これを撃退しつつ清洲城も攻略したというところでですね、尾張を手中に収めたわけなんですが、稲葉山城から出てきた斎藤軍ですね、こちらに追撃をかけていたと思います。岡部元信ですね。で、これが今稲葉山城に取り付きました。ただ稲葉山城の耐久と兵力今3000と出てますけども、これを相手にちょっと岡部元信だけの軍勢ではどうにも攻略が難しいかなというのがありますので、清須から今川義元を率いる1万6000の軍勢を稲葉山城に派遣したというところです。で、岡部元信に関してはですね、この後兵力が減ってきた段階で一旦騎乗をさせて今川義元の本体と入れ替わるような形で稲葉山城の攻略に入っていきたいなと思っています。で、タイの方からということなんですけども、今回タイの方にはですね、ちょっと弾丸スケジュールで3泊4日で遊びに来ています。で、羽田から、バンコク、タイの首都バンコクまではだいたいですね6時間強フライト時間がかかるというところなので、正味丸1日ぐらいは移動時間に使ってしまうというところになりますので、3泊4日だと少し物足りないかなというところではあるんですが、ちょっとね、いかんせん社畜サラリーマンなんでなかなか休みが取りづらいというところもあってですね、ちょっと3泊4日で今回は遊びに来てます。で、今はですね、浪人これを登用しているというところですね。天道 PK に関してはですね、前回も少しお話したと思うんですけども、まず合戦に関してはもちろん兵数重要なんですけど、それと同じぐらい武将数、特に同じ陛下を持った武将、例えば足軽であれば、槍の陛下の部類になるんですが、槍の戦法を持った武将で固める、弓だったら弓の戦法を持った武将で固めるっていうような形で、その戦法を連鎖させるということで飛躍的に敵への、あるいは防御施設、城への攻撃力が上がっていきますので、武将の数、特に種類ですね、も非常に重要になってくるところですね。あとはお金、そして米。今お金がゼロになってますけど、お金がないと何もできない。で、天道に関しては、天道っていうぐらいなので、一つその道をね、街道を作っていく、施設していくっていうのが、特徴の信長の野望シリーズにはなってるんですけども、お金がないとその道を引くっていうこともできないっていうところになりますし、あとはそのお金がないと当然配下の武将たちへの給金ですねも支払えないということになるので、いいことは全くないですね。で、特に道に関しては軍勢を敵国に派遣するときに、速やかに軍勢を動かすためにはやっぱり道はかなり重要です。道がないところを行くとそれだけ時間がかかってしまって、大変貴重な米をその分消費してしまうというところですね。で、今稲葉山城に義元の本体1万6000が取り付きましたね。で、稲葉山城からは信長はですね、一度清洲城でひっ捕らえたんですが、その後斎藤家に引き抜かれてしまったというところで、今斎藤家の武将として登場してます。今はその信長と交戦中。タイの方は気候がすごく良くてというか、暑くてという感じなのかな。日本でいう真夏の感じで12月なんですけども、当然半袖半ズボンで過ごしてるんですけども、
まあね、本当に気持ちがいいですね。で、タイは特にもう人がみんな柔らかい、柔和な、そんな印象の人たちばっかりなんで、まあ、本当に気楽に楽しめて、すごくいいところなので、まあ、もしね、タイ、興味ある方いらっしゃれば、実はツイッターの方でですね、タイのどんな過ごし方をしてるかっていうのをいろいろ情報発信してますんで、もし興味ある方いらっしゃれば、動画のコメント欄にツイッターのリンク貼ってありますんで、ツイッターの方も少しね、覗いていただければ嬉しいなと思います。で、お金が少し入ってきましたので、未所属だった孫楽に対して街道を引いて支配下に収めていきましょう。あとは三河と尾張の間の街道ですね、これもつなげておきましょう。で、美濃と尾張の間の街道もつなげていくというとこですね。まあ、やっぱりタイは女の子もすごく優しくてですね、ちょっと感情の起伏が激しいなっていうイメージはあるんですけども、まあ、一緒にいてすごく楽しいんで、まあ、ついついタイに来がちになってしまうんですけど、最近のですね、僕の海外旅行遍歴で言うと、まあ、8割、9割、まあ、一人旅で来るときはもう間違いなく100%タイの方に来ることが多いですね。で、まあ、男友達とかと行くときには、まあ、タイが8割、マカオ、シンガポールが1割ずつぐらいのね、大体の割合ですね。奥さんとかと行くときとかはね、もちろんちょっと全然違うところに行くんですけども、まあ、男だけ、あるいは僕一人ソロの旅の時にはもう、ほぼほぼ最近はタイの方に遊びに来てます。で、まあ、タイもね、いろいろプーケットとかいろいろあると思うんですけど、まあ、僕は主にやっぱりバンコク、あと、まあ、パタヤもね、すごく楽しんで、パタヤもまた行きたいなとは思ってるんですが、パタヤまでですね、だいたいバンコクから車で、まあ、タクシーでですね、1時間前後かかるんで、まあ、やっぱりその、特に帰りね、飛行機に乗るためのこととかを考えたりすると、まあ、どうしてもバンコクにいがちな感じですね。で、昨日のですね、ちょうど稲葉山城を今攻略しました。これで斎藤家を滅ぼしたというところになりますね。で、斎藤家を滅ぼしたんで、斎藤家に所属していた武将たち、捕虜になっているはずなので、これを一気に登用していきましょう。まあ、信長、光秀とかね、いますからね。まあ、光秀の出自はいろいろあるようなんですが、まあ、一つの説としては斎藤家に出入りをしていたという説もあるようなので、まあ、ここではね、その説が多分採用されているんでしょう。明智光秀とその腹心閣の斎藤利三がここで捕虜になっているので、登用していきましょう。まあ、次の標的をどこにするかというところなんですが、まあ、次はですね、まあ、隣接している敵国という意味では、まあ、一つは、浅井家。で、もう一人がじゃないですね、もう一つが北畠家。まあ、この辺りがね、次の攻略目標になるかなとは思うんですが、で、あとですね、そうそう。信長の野望天動、一つはですね、武将が結構引き抜かれます。引き抜かれるので、引き抜きの対象にならない、敵国と隣接していないところに、じゃかじゃか忠誠の低い、まあ、特に今、志方、登用したばかりの武将たちっていうのは、どうしても忠誠が低い傾向にあって、寝返りやすい、引き抜かれやすいので、そういった武将たちに関しては、敵国と隣接していないところ、まあ、ここではね、駿府に全員逃がしていってますけども、駿府の方に逃がしていきましょう。で、あとは匠の町並みではですね、その引き抜きとか敵の計略系を妨害する効果がある忍びの里も作れるので、まあ、その忍びの里を作りつつ、どうしても引き抜かれたくない武将に関しては、安全地帯、先ほどお話した敵国と隣接していない
国に移動させておくっていうのがいいのかなと思います。で、今ご覧いただくのが稲葉山城から岐阜城への改名のイベントになります。ちょっとここは、字面をご覧いただければと思います。で、まあ、信長の話を少ししておくと、信長は結構本拠地をコロコロと変えた珍しい大名なんじゃないかなというのが、まあ、あってですね、まあ、一つはもちろん尾張清須城ですね。まあ、今川義元の軍勢を破った時はこの清須城を拠点にしてたわけなんですけども、その後美濃攻略で斎藤家を破った後は、稲葉山城、まあ、岐阜城にちょうど今改名イベントが起きてますけども、岐阜城に拠点を移すと。で、上洛後ですね、に関してはその京にも近く本拠地である美濃にも近い、安土に城を築きましたよね。ということで、まあ、拠点を清須から岐阜、岐阜から安土という形で変えていった、まあ、割と珍しい大名というか武将というか、戦国武将だったんじゃないかなと思うんですが、まあ、ここでは、岐阜城への改名を義元が行ったというところになります。で、今は5カ国ですね、領有しました。まあ、駿河、遠江、三河、これはプレーを始めた時から領有してた3カ国ですね。それに加えて信長の領地であった尾張、さらには斎藤家が治めていた美濃、加えて今5カ国領有する形になったのが今川義元になりますね。ここからは先ほどお話した通り近江方面への進出を図りつつ、上洛ですね、二条御所、室町御所、こちらの方を目指していきたいなと思っています。で、そのためにはやっぱり内政がすごく重要になってきまして、軍を派兵するために必要になってくるお米、今2万5000ぐらいしかお米持ってませんけど、これだと到底、長い戦、大軍勢を動かした長期合戦は難しいので、まあ、もう少し米を蓄えるために内政としては、まあ、水田ですね、主に。こちらの開発。あと、お金っていう意味では商官。商人町や匠の町で、商官を立てていくっていう、ちょっとね、ここから内政にも少し力を入れていきましょう。現状、5カ国領有しているのは、おそらく義元だけ。最大勢力になっているんじゃないかなと思いますので、ちょっとね、そのアドバンテージを生かすという意味でも、少し敵国への侵略を、一旦ストップさせてですね、内政に力を入れていきましょう。とはですね、お伝えしておくところで言うと、今ちょうどね、内政の方を進めてますけども、おかげさまで当チャンネルの方はですね、まあ、チャンネル登録者様数が1万人、登録していただけるという、まあ、本当にありがたいことなんですが、まあ、それからまた順調にですね、登録者様の方増えてまして、先日1万1000人という形になりました。まあ、調子よくね、進んではいるんですけど、まあ、ちょっとこのままずっと調子がよく進むとは思っていないんですけども、まあ、いずれは2万人とかね、そういったところになればいいのかなと思っていまして、また2万人とかになった時にはね、1万人突破した時には桃鉄をね、特別企画ということでお届け企画させていただきましたけども、またちょっとね、違った趣向の、記念動画、記念実況、記念ゲーム、
なんかをね、やっていければいいのかなと思ってますんで、まあ、ちょっとそちらの方も、まだまだ先にはなると思うんですが、少しずつ考えていきたいなと思ってます。で、今のペースで言うと、大体月に1000人ぐらいの方に登録をしていただいているっていうのが、まあ、ここ1ヶ月の状況ですね。前回1万人になってから1万1000人に登録者様数増えるまでの間が、まあ、大体なんですが、1ヶ月程度。なので、まあ、このペースがもしね、続くっていうことであれば、まあ、7ヶ月、8ヶ月後ぐらい先にはまた、新しい企画がお届けできるかなと思ってます。もちろん、それよりもね、だいぶ前倒しできるように、まあ、それこそ1ヶ月、2ヶ月先に2万人とかになり得るように、頑張っていきたいなとは思ってますんで、チャンネル登録していただいている方、していただいていない方、様々いらっしゃると思うんですけども、引き続き応援の方をしていただければ嬉しいなと思っています。で、今ですね、駿府館、駿府の方に、まあ、駿河ですね、国でいうと、の方にですね、まあ引き抜かれたくない武将、忠誠の低い引き抜かれたくない武将、例えば信長であったり、道三であったり、勝家であったりといったような武将をどうしてもその敵国と隣接していないところ、まあ、駿河の駿府館の方に移してますので、駿府館がね、武将の数がだいぶ充実をしてきてますね。この辺りはですね、まあ、武将の忠誠の数値を見ながら少しずつ再配置をしていきたいなと思ってます。まあ、だいたい90台あるようであれば、前線を含めた配置転換をしていきたいなと思ってます。逆に80台の場合にはですね、まあ、今後引き抜きあるいは工作でさらに忠誠が下がっていってしまう可能性があり、そうなると結果的に寝返られてしまうので、まあ、そういった80台、忠誠心が80点台の武将たちに関しては引き続き駿河で、まあ、箱入り娘じゃないですけどね、温めていきたいなと思ってます。お金がないと先ほど指示を出した街道をつなげる行為もできないんですよね。今ちょうどお金がね、全くない状況になってしまってますけども、ここはお金が入ってきたら、再度街道をつなげていきましょう。
今ね、やっと少しお金が入ってきて、兵糧の方も4万ちょっとまで来てますね。で、9月になるとまた兵糧が少しというか、まあ、9月が一番ドーンと増えてくるので、まあ、兵糧が少し入ってきた段階で、浅井攻めを検討していきたいなと思います。ここで先ほど、街道ね、お金がなくて、私設できなかったやつを、美濃と尾張の間で、つなげていきましょう。ちょっと、後ろの方でピーって行ったり、グーって行ったり、うるさいと思うんですけど、これ、今回泊まってるホテルですね、洗濯機がついてるので、洗濯機を回してます。で、ちょっとその音が入ってしまっているので、少しだけお聞き苦しい点もあるかなと思うんですけど、ちょっとね、ご容赦だけいただければと思います。三河と尾張の間も、街道をつなげていきましょう。ここはやっぱりね、開発を先ほど言ったところですね、やっていくところになります。今8月進行中になりますので、9月になったら兵糧が入ってくるかなというところになりますね。今ちょうど浅井攻めのために浅井領に対して朝比奈隊が少し道を敷設してたのを浅井勢に見つかってしまったので、迎撃部隊が出てきてますので、これを今帰らせたというところですね。
さあ、ここでじゃあ浅井攻めに兵を出していきましょう。まあ、浅井のこもる小谷城に関しては兵力が約9000。で、耐久が6000の城になってますので、まあ、兵力でいうと2倍ぐらいは用意しておきたいというところもありますので、まず今川義元の本体16000、さらに酒井忠次が率いる兵1万、合計26000ですね。この軍勢を派遣していきましょう。9月に入ったので兵糧がねだいぶ増えてはいますが、やっぱりお金がね全然足りないですよね。でお金がないと研究もままならない、研究が進まないと結果的にその軍勢のね、底力というか能力というかそういったところで差が出てきてしまうので、結果的に合戦にも不利になるっていう傾向がありますからね。で当然浅井勢は城の近くに防御施設を建ててますね。これは櫓。さらにのろし台ともう一つ櫓を設置してますね。まあ、これらを撃破しつつ小谷の城を攻めていくというところになります。で、迎撃部隊として磯野が出てきましたね。兵約5000。これは騎馬隊で出てきてるのかな。で、矢倉を攻撃して、矢倉を撃破したら小谷へと取り付いていきましょう。で、ちょっと画面の方には映っていないんですけども、あの一条谷の方から朝倉勢がね援軍として出陣はしてきています。そうだ、最初にお伝えしておくべきだったかなと思うんですけども、あの前回信長の野望天道 PK もそうだったんですが、プレイ動画の方は、通常の、プレイ速度より 1.5 倍ぐらい早く再生速度を早めた編集にさせていただいています。で、そういった編集にさせていただいている理由というのがですね、まあ、ちょっとそのゲームの方で用意されているデフォルトの一番早い設定だとですね、ちょっとあの見ていただいている方からするとちょっと退屈なスピード感になってしまうので、あの僕の方で、大体 1.5 倍ぐらい 1.4 倍ぐらいかな、あの再生速度に編集をさせて入れさせていただいています。で、その関係もあってですね、いわゆる声実況ですね、今私があの僕がお話している実況に関しては別撮り後撮りにさせていただいています。なので、あの、ちょっと今画面上には見えていないんですが、朝倉勢が援軍として出てきているっていうのが、ちょっとね、ここでお伝えだけさせていただきたいと思います。これで浅井も滅ぼしましたね。で、浅井を滅ぼしたらですね、兵力をちょっと分散させておきましょう。今小谷の方に集中してしまっていて、清須とかこの辺りが手薄になっています。で、兵力が少ないと見るや敵国が出てくる傾向がありますので、あ、岐阜ですね、傾向がありますので、ここは兵を返しておきましょう。で、次どこを攻めるかっていうのもね、そろそろ考えていきたいなと思うんですが、ちょっとそれはこの後情勢を見ながらどこを攻めるかっていうのは決めていきたいなと思います。というわけで、まあ、今回はですね、最初に斎藤家ですね、稲葉山城の追撃戦、そして今ご覧いただいた浅井の小谷城攻めをご覧いただきました。この続きはまた次回の動画の方でお届けをさせていただきたいと思いますので、
ぜひぜひ皆さんもお付き合いをいただければと思います。今は捕虜にした武将たちの登用のところを、操作をさせていただきました。ではまた次回もよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。